第2弾絶対にうまいもうまいピザ選手権。うわうまい。噛み張りましたね。いやすごい。写真を持ってきていただきたいぐらいの。どう。簡単な。簡単な。さあ今回第2弾と。はい。そうそうそう。じゃ今回もだから一人二品ずつなんですけどね。新しいピザを。大丈夫ですか皆さんピザなんて。いや自信はあります。あります。前回は何やったご飯か。炊き込みご飯ご飯。そうやね。あれがもうすごかったと。何がもう我が家の定番になってますみたいなね。なってるか。のがもう。誰のどれがやる。いやでもうまいのはいましたよ。えまマジで前回誰が一番絶対ビールと枝豆のあれが一番だと思います。お好み焼きのやつや。いやもう僕でもいろんな人から聞きましたよ。あの実際やってみて美味しかった。やったそんやったそんねほんまかほんま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 田中ってたまに嘘つくもんね。ちょっとやめてやったんですよ。ほんまにこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。まずはココリコ田中、一体何を乗せるのか。一品目はこちらを使います。何よこれ。日本酒、酒かす、酒かす、塩辛です。これはきついんちゃうか。これピザうんぬんじゃなくてきつくないか。この取り合わせがきつくないか。絶対大丈夫です。あのピザ自体がお酒のつまみに。酒かす一緒で二重でまずね。マジもう調理かしますよ。これでも塩辛もあんま好きじゃん。塩辛はさ、だって生のイカの良さみたいなもんがさ、ね、思いっきり焼かれるわけやから。お前染み込まさんでええんちゃう。あ、もう切らんとそのまま。豪快やね。お前。すごいなこれ。これちゃんと形になってましたね。ふざけてんねんってやめてね。いや、マジです。これ、僕ね、2品ともほんま、今回マジでやってますから。みんなマジやで。はい、で、まんべんなく。これ、ものすごい量やな、これ。アンチョビのピザとかちょっとああるね風味が。いやもうそんなもういやアンチョビのピザはうまい。うまいですよ。うまい。塩っ気もあるわ。あの塩っ気は全然乗ってあれへんで。ハマアンチョビでいけるでしょ。そっからヒント入ってるんですけど、はい、こちらを使います。これ思い切り、これうまい。デザートデザートな。もうピザ全体をねデザートにしてやろうと思ってんの。こっちの方がまだ前向きやわな。そうですね。見た目もなんかこれはちょっと美味しそう。雪見大福と一緒にイチゴを乗せるのがポイント。続いてはココリコ遠藤、彼が乗せるものとは。高級感というテーマでこれちょっとやってみたかったんで、いきます。うわこれはね、テッサピザ。これはちょっとアホやな。いやもうこれでもこれはもうほんと贅沢の極みやと思う。極みやね。さっとまあ半分ぐらいで。テッサを豪快にのせ、その上からたっぷりとポン酢をかける。うわで最後にやっぱピザといえばチーズということで。こっちにもあるぞ。これはないぜ。いやいやこれもな、これはないぜ。これも俺喫茶店って言われてみたい。これはない。常連のお客さんに真似しました。組み合わせ的に誰も真似せえよな。おいでやっぱこう、はい、コストもバカにならない。そうですね、はい、確かに。2品目はなんとフリスクピザ、150粒乗せるのがポイント。これでもね、もしかしたらね、女受けはいい。あそうですね。いやあいつら意外とねスースーしたもんうまいよね。言いますからほんまに。はい、続いては山崎のおすすめ、どんなピザなのか。じゃあ山ちゃん、どんなやろ。いいですか、うん、じゃん。冷やし中華。またふざけてるわ。いやちょっと待ってください。ふざけたあかん言うて。いやいや、ふざけてないよ。このままざっといきますよ。まんまも豪快やな。これはもうざっくりこう汁ごといきましょう。おすごいね。彩りがやっぱいります。麺も膨張するのかな。そこは冷やし中華。盛り付け方もでもピザって切って食うもんやから。そうですよね。ここ固まってまうやん。卵だけしか食えない。卵だけの人。卵だけの人。それはみんなで交換したりとかして、それがまた楽しいやん。キュウリとか当たったり。いやですね、色とかごっつ気にする方やから。
二つ目はやっぱりちょっとデザート系で、なんかえらいこんもり先生盛り上がってますね。はい、そうですね。これ楽しみでしょ。楽しみです。これ一体何でしょうか。こちらです。え、何これ、あ、綿菓子。綿菓子です。うわ、これどうなんだよ。なるほどね。もうこのままいきましょう、うん、こうもうこれしかでもやるない。あ、まあそうか。そうだ、これもお菓子、お菓子に力づくかもしれない、ね、そうです、お菓子ですね、いやでもこれとやっぱりそれはいるんや。うわ、はい、おしまい。えらい簡単ですね、これ簡単。そらせやな、でもこれがこう溶けていくからね。そうです、そうです。続いては浜田、果たして彼のおすすめするピザとは。庶民的な、はい、はい、誰でも作れるやつにしました。はい、あのテッサなんかよりね。あ、テッサ、これね。いや、これ庶民的ですか、なんか好き焼きですよね。庶民的な、まあまあまあ、まあ、どこの家庭でもすき焼き作るでしょ。はいはいはい、まあまあ、そうか、そうでしょ。すき焼きいきますか、まあ、悪くはないかな。そうでしょ、うん、いやだからもうこれも今もうその山ちゃんと一緒です。まめんなくですか。一応すき焼きですから、そのままの形をね、もうキープしつつね、はあ、これも肉ゾーンとまた肉ゾーン。まあまあまあ、これはまあこんにゃくゾーン嫌やな。嫌ですね。みんな肉ゾーンになりますよ。うわ、じゃあ箸にかけて、今チーズね。うわ、台無しやな。これ決めはね、食べるときにみんなこれがある。あ、今すき、はい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 、そうそうそう、なるほど。食べるときこれ割って卵溶いて、こう切ったやつをそのままこうつけて、やばいでしょ。なるほど、食べるときにつければいいんですか。そういうこと、まあ、そういうこと。浜田の2品目は卵かけご飯ピザ。あ、これはもしかしたら、もしかする。そうやろ、どうやろ、ドリアみたいになんねやろか。あ、はいはいはい、なあ、するピヤーってすんねん。溶けねえやな、フリスクって。あ、ほんま、なんか目ちょっと、うん、すごい爽やか、清涼感が、うん、鼻詰まりとかええかもわからんけど。はい、いくよ、せーの、うわっ、あー、あー、うわっ、あー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 、すごい。皆さん、そうされてる時に言った何点ぐらいですかね、これ。なんでやねん、食われへんねん。いや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 、何点ぐらいもらえますかね。いや、これ数字じゃないでしょ。ドクロマークや、ドクロマーク。 やはりフリスクはピザに合わず、結果はドクロマーク。続いては前評判の低かった山崎の冷やし中華ピザ。あかん、あるの、こういうこと。え、ミラクル、ミラクル出ましたね、そっちっすか。マジっすか。ほら、あわわわわわ、面白い。そのままや、作り物みたいになってる。サンプルですよ、これ。面白いな、サンプルみたいになってる。ローで作ったな。うわ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 、これ卵ですね、うん、うわ、もうめちゃくちゃやん。めちゃめちゃやん。うわうわうわ、せーの、僕ハムなんですけど、はい、割とうまい。はい、いいですか、うん、僕卵なんですけど、うん、割とうまいんですよ。はい、はい、僕ハマゴタムなんですけど、はい、美味しい。トマトなんですけど、抜群ですね。これはなあ、うまいと、うまいもんだって。あ、いや、悪ないですね、これ。でもそばとつゆが合ってるんや。そばとつゆが合ってんねん。合ってます、これ。あ、うまいな。何点ですか、これ。7ぐらいかな。7ありますね。7、はい。前評判を覆し、なんと7点を獲得。そしてお次はその焼き上がりが気になる綿菓子ピザ。ドン。どうなりました。ない、なくなってる。マジ、うん、ほら。え、どうなりました。ほら、お、ほんまや。うわ、なんか普通にまんべんなくある。うわ、ほんでちょっとうまそうやな、これ。うわうわうわ、はい、お願いします。せーの、うわ、あ、うわ、甘いな、甘いな。すごいことになってるよな。うんま。
コリッコリや。かったいね。かったいね。砂糖が焼けて固まってしまい、残念ながら2点。庶民派2連発ですよ、はい、で皆さんちゃんとお手元に卵を溶いてくれがね、どうかなと。これはどうかなと。自分でもうちょっと溶いてくれてもええよ、食べやすいよ、はいはいはい、浜田の溶き卵をつけて食べるすき焼きピザ、そのお味は。じゃあちょっと見てみましょう。はい、はい、おお、あら、いや、あらじゃないぞ。うん、何これ。あららら。これ見た目は最悪だよ。見た目は最悪だよ。これ店行って出てきたら、おいちょっと店長呼べ。ありますね。うわ、肉もすごい。肉ね、ちょっと後で均等に一切れずつ乗せるから、はい、これすごいすき焼きの匂いが、ね、匂いはもうするでしょ。まんま残ってますね。ね、ちょっとコツを。いや、もうコツも何も、この溶いた卵を、はい、結局その、はい、なんちゅうのすき焼きみたいに要はすき焼きみたいにこれをこうつけて、結構つけますね、こう絡めて、はい、ピザの食べ方ちゃいますやんかこれ。うん、嘘嘘嘘嘘嘘絶対嘘。いただきます。いいよいいよいいよ、もうガバッといって、ほらほらほら、すき焼きが食べて、ほら、うん、すいません、こっちサイド正直うまい、うまいこっちサイドもですね、うん、うまいぞと、うまいぞというなっております。あれ、なんでなあ、うまいな、あれ、なんで美味しいんですかね。卵効いてるな、はい、卵効いてるわ、これちょっと、うん、うまい、うん、皆さん家でやりはってもねえ、はい、大丈夫じゃないですかね。いいんじゃないですか。卵が絶妙の味を醸し出し、これまで最高の9点。続いてこちらも浜田の自信作、卵かけご飯ピザ。はい、来たー。いや、おー、見たことある。なるほど、ね、見たことある、ドリアや、ドリア、はいはい、まあそんな感じやね、はい、せーの、なるほど、うん、これはね、うん、テッサピザにさも似たり同類ですね、なんかね、同類よね、はい、自信はあったものの評価は低く、たったの3点。続いては松本が絶対にうまいと豪語するご飯ですよピザ。いきますよ、はい、はい、ほとんど何にも手は、あれ、あれ、なんか、あれどうですか、どういうリアクション、あれあれ、見た目は皆さんあんまり気になさらないです。ちょっとまあでもちょっと黒いんだな、ちょっと焼けてるんやな。いや、これうまいはずなんですけどね、うん、うまいはずよ、絶対、これ絶対うまいですよ。松本の自信作、ご飯ですよピザ、そのお味は。せーの、あっ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 、あうまい。うまー。うまー。うまい。うまいなー。うまい。うまい。これも全部ここ。これちょっとうまそうじゃないですか。うわ、これうまそうやな。ちょっとお腹グーグー言ってきたな俺。そうやろ。はい。そして最後は松本。一体何を乗せるのか。じゃあ私いきますけども。はい。これはもうかなりのおすすめですよ。はい。これ見てください。ああ、なんですよ。はいはいはい。絶対うまいですから。これも絶対うまいな。これはもう間違いないですよ。シンプルやね。まあ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 。生地にこれ塗るだけ。これもこれ塗るだけですから。こんなもん。うわあ。でもこれマジでちょっとうまいわからない。これうまそうやろ。海のもんですもんね。ご飯ですよ塗った後はもちろんチーズを乗せ完成。ちょっとびっくりするかもわからないですけども。はい。はい。うわ、何これ。もう。何これ。何？何これ。豚やん。え、豚の顔です。ええー。これ
沖縄とかで、まあ、ちょっとね沖縄のね、ちょっとこれ考えたら沖縄風ピザってなかったでしょ。これ嫌やなこれは金の嫌やな、なんかね、これやばい、これね、うわすごいな、裏もなかなかのもんですね、なかなかのもんですね、パンチ効いてますね、はい、まあまああのこうこれこのまま壁掛けにとか飾りの飾り壁にかけてここのあの時計みたいな結構そうですよね、ここ15分、はい、45分、はい、なるほどね、うん、みたいな、うわなんか今から色になってきてるやん、ヒゲ剃るみたいなほんまですね、ヒゲ剃るみたいな、なんでんなうん、どうやって食べる、じゃあ食べる食べ方が、いやこれ豚も本望ですよそれともう一つ、まだ何ですか、もう一個ちょっとこれはもうスペシャルバージョンとして、うんうん、どうしてもやりたかったのがあるの で、はい、これだけちょっとやらせていただきます、あ、いいですよ、まあ、豚の顔にするかどっちにするか悩んで、はい、結局も絞りきれなかったんですけども、はい、これもなんかやれば盛り上がってますね、まあ、顔対顔みたいなことでですね、うん、ちょっとこれをこんなピザ食いたいと思いますか、なんでこれ、これうまいですって、いやいやいや切れないじゃないですか、いやいや、これうまいってこれどうやって食べるの、ほんまに、あ、マグロの頭ですよ、マグロの頭、マグロの頭、マグロの頭をこのままここにドーンのしまして、はい、焼きますから、全員が自信作を紹介し、いよいよピザを焼く、果たして一番おいしいのは、なんか香ばしい匂いがしてきましたね。あ、ほんまや。ほら、ほら、来た。何これ。あ、ちょっと、ええ匂いしてますよ。最初は田中の酒と塩辛のピザ。そのお味は？うわ、絶対うわ、うまそう。はい。うまそう。ほら。ほら、これまた。ありゃ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 。これまた当たりちゃう？田中のなあ。ほら。これ店で出てきて何を誰が文句言う？はい。いやこの時点でこの時点では見た目は完璧。いやね。いやこれこれ酒かすだよ。うまそう。ピータンが酒かすですこれ。その焦げ目もなんかうまそうやね。うまそう。あ、いい匂い。チーズでかいですね。やったじゃん。これまた真似する人おるんちゃう？ほんまに。あ、俺あんまり好きな匂いじゃない。浜田もともとダメなんですよね、うん、塩辛とか。あ、いいいいぜ。いいぜいいぜ。でしょ。じゃあちょっといただきます。はい。いただきます。いただきます。うまい。いや俺はない。いやうまいですってこれ。うまいって。いや人それぞれあんねん味覚というもの。はいはい、俺はもう0点。マジっすか。いや、俺はね、まあじゃあ7やな、俺は7、俺が結構高いな、7点って。俺5、うん、うまいけど、はい、ちょっと味が濃い、あ、ちょっといっぱいは食べられへんな、ねえ、うん、うまいけど最初の一口目はめっちゃうまいな、めっちゃうまいな、うまい、2口目からちょっとやっぱ厳しい、うわーうわーってなるもんね、高得点かと思われたが、話し合いの末結果は5点。続いて試食するのは雪見大福ピザ、一体どんな味なのか。ええー、匂いしてる、うわー甘い、うわほら、うわ、イチゴ効いてるな、やっぱこうなると、ほらクリーム残ってるやん、見てください、ね、これあ、残っ、甘い匂いじゃなこれおー、なんか富士屋に売ってそうやんこれおーお前は、わー、エレンちゃんですこれ、いただきます、いただきます、いただきます、うまっほらおいしい、ほらなんだこれ、またこれおいしいなでしょ、うまい、うまいこれ、うまいこれ、あかん、これめっちゃうまい、うまいこれうま、全然できますよ、うまい、家庭でこれ子供喜ぶぞ、子供喜ぶ、はい、これそうですよね、あとこれ女の子とか絶対これ、むしゃむしゃ、エンドずっとここにとろみのある、いやほんまにうわうめ、聞きたくないぐらいうまいっすね、もっと味わいたいですね、これなんと全員から高評価を受け8点を獲得、
続いては高級感が売りの遠藤のテッサピザを試食。うわうわ全然うまそうやん。これ見てください。これ全然ピザやな。まあまあ確かに熱いな、うん、テッサやからね。どんな感じですかね。どうですか、何の味やこれ。味がないんですか。なんやろね。フグの一番みっともない使い方やね。みっともないわ。パンチ効いてないの。何のパンチも効いてないな、うん、これやったらもういつものことはもう毒入れといてほしかった。お金がかかってた割に評価は低くたったの3点。お次は全くその味が予想できないフリスクピザ。なんやこの匂い。さあいい感じ、ね、匂いますね。うん、匂う。ここまではもう全然パーフェクトですよね。ありますもんね、こんなピザだって普通に見た。シンプルだな。フリスクはある。うわこれちょっと顔近づけてみ。顔涼しい。さあ何すかこれ。顔が涼しいね、はい、ひやっこれは、塩加減やな、うん、うまいな。これはうまいな。思いっきりご飯ですよね。味は全面に押し出されてるな。全面に、ほんまに商品ができるっていう意味も込めたらね、はい、10点ちゃいますか。10点あげてもいい。も確かにすき焼きは美味しかったです、うん、でもあれどうですか皆さん、うん、あれをそのコスト的に考えて、いやちょっとね、うん、辛いんです。この時代、うん、これなんぼかかってますか。多分ね僕ね具的にはもう20円30円やと思うんですよ、うん、いや出たなこれ。これは毎日これでもいけますから。それもお母さんのパーマネント代が浮かぶ。ホールドパーマ代が、ホールもパーマ代が浮かぶ。全員がうまいと絶賛。得点はなんと10点満点。続いても松本のおすすめ沖縄風豚の顔ピザ。うわどんな感じになってます。全然変わってないやん。何にも変わってないじゃないですか。そうなんですよ、全然ビフォーアフターになってないんですよ。ほんまですね。はい、こっち見てるしもう。そうなんですね、完全に、はい、俺の見てるやん。そうです、浜田目線で。わあすごい弾力やな。切れへんってそれじゃ。それじゃちょっと無理か。不面やもん。いや真ん中切れねえけど、この鼻のとこは無理や。これはね相当なパワーですよこれ。どうですかこの感じ。いただきます。いただきます。いただきます。うわ結構硬いもんやな。はい、硬った。コリコリしてるもん。じゃあ硬くねえから食えやお前ら。なまあでもあれや、あれちゃう、7、8点はあるんじゃない。いやないでしょ、ないでしょ。評価は最低を通り越しドクロマーク2つ。そしていよいよ松本のスペシャル、マグロの釜ピザ。さあ最後ですよ、はい、マグロの釜ピザ、はい、これやこれさあ来た。こればっかりはあの機械では焼けなかったので、はいはい、これはね手放しでは喜べないんですよ我々、うん、どうしてですか。もうあのグロテスクなね、はい、最初見てますから残ってますもんね、はいはい、さっきが陸の顔なら、はい、海の顔です、うん、いいですね。どうなってどうなってるの僕もちょっとわからないですが、あ、なんか配達する。あ、ありがとうございます。すごい、うわでかいな。これ、ね、そのバイクのカゴそのまま持ってきた、まあ、ありがとうございます。またね。うわ匂いします。うわ、でもうわすごい、うわすごい匂い、すごい匂いが来た。うわ匂いします。でもすごい、うわなんかすごい匂い、すごい匂いが来た。来たぞこれ。焼き魚の匂いな、はい、上に持ち上げそのままポンと倒す。うわそのままや。どうもありがとうございました。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。